こんにちは、吉谷さん。ゴミクズでも稼げましたか？確かにね、ツイッターのアカウントの取り方とか、LINE の電話の仕方とか、知らない人が知る人になる過程で、誰かに、教授、教えを請うとするとですね、お金が稼げる瞬間はあると思うんですよ。で、私自身ね、お金になってませんけども、ホームジムがあって、カンフーをね、やってますけども、もしね、私のレベルでも学びたいという人がいれば、講義代をいただいてね、教えてもらおうかなとは思ってるんですけども、まだそのプロモーションはしておりません。ただ私がカンフーを趣味でやってるってことは、知られてきたんで、地域の方とかね、いつもこうやって服着てますからね、中国式の、あちょーみたいな感じでね、やってますしね。で、コンボ振り回したりとか、三節棍やったりとかしてますんで、教わりに来る方が、そのうち出ればいいなと思ってますね。私が教える技量がないんですけども、ただ私の行ってるインターナショナルスクールでは空手を教えてくださいというふうに、お願いされております。ただ私空手はね、中学の頃やってたんですけども、今はね、指導する自信がないんで、どうしようかなと思ってるところですね。それよりも日本の伝統芸能である三味線や民謡を教えていくっていうのを、インターナショナルスクール、日本の文化として、その同好会とかね、やってもいいかなと思ってますね。世界各地のいろんな文化伝統をインターナショナルスクールで、同好会活動としてね、やっていくっていうのは、なかなかおつなもんじゃないかなと思います。そうなると私はね、今度はね、民謡の先生になるというね、ことになります。一応私も名取りをいただいて指導ができる立場ではあるんですけども、そうですね、師範というね、資格がありますんでね、準師範、師範っていうのが、それを取ってからかなと思いますね。ということで、まだ修行の日々は続くということでございます。ところでね、吉田さん、私の塾生さんでも、例の半年ほど前から生活保護でご相談いらっしゃって、お弁当を作ってね、収入を得てる方がいるんですよね。で、前回、4月の末の方でゴールデンウィークのオードブルのこういった、ね、入金もあったんでしょう。8万円以上稼いだよってことをね、お話ししましたけども、あの方はどうなったでしょうか？確かに5月前半はオードブルが絶好調でした。しかし、中盤から後半にかけては、やっぱりトーンダウンしてきてね、お弁当の慣れというか、飽きもあったんでしょう。ずっと注文してくださってた方が、注文しなくなったりもしてるんですよ。いや、それはね、私ね、予測していたんですよ。お弁当は、ほとんど毎日同じメニューだと、一品変えたぐらいだと、作ってる方は数をこなせるようになるけども、買ってる方は、たまにはね、別のものが欲しいなとかね、飽きちゃうんですよね。で、お弁当のオーダーは、1週間前発注で、1週間前入金なんで、1週間ごとの注文なんですよ。ですんでね、今週はいいやって思われる方もいるんですよ。で、1回いいやと思われると、いつ復活するのか分かんないんですよね。そういった形で、一回ね、慣れが起きてるんだろうなと思います。5月の後半。中盤から後半にかけて。それを私は予測してですね、お弁当の中にチラシを入れてもらってたんですよ。これがね、5月の上旬に、ゴールデンウィークっていうのがあるじゃないですか。ゴールデンウィーク中に、何々をやりませんかというチラシを入れさせていたのが4月でございます。さあ、その、どんなチラシを入れてたんでしょうか。それはですね、楽しいお弁当の作り方、教室でございますね。だから、自己アフィリートができるようになったら、自己アフィリートを教えることによってね、新しい収入を得ていきましょうっていうので、売り上げが一桁増えるわけなんですよ。バーンと広がるんですよ。今回ですね、お弁当をずっと作りました。お弁当単体を売れていきました。お弁当単体を買ってる人がいました。お弁当を買う人ってのは、どういうふうに思うでしょうか。どうやったらこんなに毎日ね、たくさんのお弁当をこんな可愛らしくできるんだろうかって思うわけですよ。そこにある日ふと連休前に、あ、お弁当作る教室なんてのがチケット入ってるわって感じになるんですよね。そして完全予約制で、これは近くの公民館でやっておりました。完全予約制で、2時間ずつ90分なんですよね。90分やっちゃ30分休みみたいなテーマペースでやってたんですよ、ゴールデンウィーク中、ね。ですからね、これ朝から晩まで時間は埋まってませんけども、これこそ私がね、自己アフィリエイトをやってた時の方法です。 Facebook で
予約をして、その予約の時間一緒に会ってやりましょう、自己アピールでやりましょうみたいなんで2時間ほど撮ってたんですけども、それの応用編でお弁当教室マンツーマン完全予約制ね、それで、まあ、手ぶらでいらっしゃってくださいみたいな感じでね、でマンツーマンでやりました。1日の中で2人埋まったことがあった、他は1人もしくは0人というふうなね、ゴールデンウィークだったらしいです。3密回避のためにマントゥーマンというお題目もできましたけども、はっきり言ってそんなにたくさんの人が集まるというふうに思えなかったんで、そういうふうにさせていただきました。私の言う通りに手紙を書いて弁当に刺した結果、そういうふうにね、トータルで5人の人にお弁当の作り方教室の第1回目を提供することができたということでございます。で、講義代は初回はディオゴスティーニみたいに1回500円、2回目からは1980円ということでね、やってもらいました。で、週に1回、各週で月に2回やってるということになりました。週に1回っていうのはその1週間のうちどこを完全予約制にしてもいいよって感じです。ですんで生徒さんの都合が最優先で2時間、まあいわゆる90分をね、取ることができるって形でございますね。いや、これがね、なかなかよくって、5人の人が5人ともリピートしました。ということで6月からはお料理教室、お弁当の作り方、これが週に2回のペースで始まります。1人からおおよそ4000円いただいて、5人なんで、2万円ですね。で、お弁当の収入もありますけど、お弁当収入ははっきり言ってね、3万円ぐらいに落ちていくんじゃないかなと、まあ、8万円ってのはできすぎましたね。でもね、これでいいんですよ。お弁当をたくさん作るよりも、お弁当の作り方を教えていく、おしゃべりする、いわゆるメディアができるわけですよ。そして生徒さんを一堂に集めたオフ会っていうのが次の段階です、ね、そのオフ会はズームでやるかもしれないですね。ということで速稼塾に入ってよかったでしょという形で、その方と昨日面談が、ね、ズーム面談が終わったところでございます。本当に、ね、自分がね、こんなお弁当の先生になるとは思いませんでしたって言ってましたね。そこで私はこういうことを言いました。まあ A さんと仮に名付けましょう。 A さんと、私も学校が嫌いでした、先生が嫌いでした、でも今私が先生と呼ばれています、どうですか、同じ気持ちでしょって言ったら、まあ、確かにそうです、私は、母子家庭に生まれて、まあ、今も母子家庭なんだけども、母子家庭に生まれて、なんかね、偏見にされてたような気がします。そして勉強もあんまりできなくって、自然学校も嫌いになりました。なんかいじめられてるような気もして、社会に出てもそれは続きました。まあ、結婚したんだけども、すぐに離婚して子供だけ残りました。そして今母子家庭ですみたいなことを話しましたね。そのまま生活保護になったらしいですけどね。でも速稼塾に出会えて、なんかかえって生活保護で良かったみたいに思ってます。私があのまま結婚生活を続けて主婦だったら、きっとこんなことやってないと思いますと言われました、ね、このストーリーをもとに私が言いたいのは、過去は変えられない、でも今を変えることによって過去を変えることができる。過去は惨めだったと振り返ったその方はですね、 A さんはですね、今過去はとても愛おしいと、懐かしいと、過去の自分を励ましてあげたい、大丈夫だよと、将来あなたはこんなすごい人になるんだよって励ましてあげたいっていうふうに言われてましたね。いや、私はね、感動しましたね。ビジネスが私を自由にしてくれた、そんなキャッチコピー誰かが言いましたけども、俺か、ビジネスがその人をも A さんをも自由にしたんではないかなと思います。今とっても前向きに明るくやってますね。ということで、ビジネスは人を変えるんですよ。いってらっしゃい。